10月30日、ファン待望の韓国デビューを果たす日遊。2020年に縄跳びダンスで日本のお茶の間を虜にした彼女たちが、ついに世界進出の一歩を踏み出すことになった。デビュー当時はどちらかといえば可愛らしいイメージだった日遊だが、今では妖艶な表情も見せるように。メイクユーハッピーでのプレデビューから3年の月日が流れたこのタイミングだからこそ、 個人的には韓国進出の正気は十分にあると思う。日本のアイドルは未完成だからこそ愛されると言われる。歌が苦手でも、ダンスがうまく踊れなくても、完全体になるために努力する姿に惹かれ、応援するファンが多い。もちろん、高嶺の花のようなアイドルに焦がれる人もいるが、多くの人は原石が宝石へと変化していく過程に関心を向けるのだ。 ソニーミュージックと JYP エンターテインメントによるグローバルオーディション、日プロジェクト以下、次プロを通してメンバー決定までの過程を視聴者に見せてきた日優は、そうした応援形態にぴったりとハマっていたと言えるだろう。その一方で、韓国のアイドルは完璧さが求められるとされる。息の合ったパフォーマンスに洗練されたビジュアル。本当に、 同じ人間点々と疑いたくなるような別次元感に心を奪われるのだ。ABEX が手掛ける XG が日本より先に韓国で火がついたのも彼女たちが圧倒的な世界観を確立していたからこそ。その他にも韓国では IVE や LE スセラフィム、ニュージーンズなどのヨジャガールズグループが大ヒットを飛ばしている。 飽和状態とも言われる韓国のヨジャグル市場で、日有が存在感を発揮するのは容易なことではない。今までのあどけなさを払拭し、完璧さを追い求めるとなると、前述のグループたちと真っ向から戦わなければならなくなる。しかも、あまりに大きなイメージチェンジをしてしまうと、二次プロ、時代から応援してきたファンが離れてしまう可能性も出てくるだろう。だからといって、 日本でのスタイルのまま韓国進出して受け入れられるとも考えづらいので、そのあたりの塩梅がかなり難しい。そのバランスをうまく保っているように感じるのが、サバイバルオーディション番組、プロジュース101ジャパン以下、日区出身のグループだ。上腕や INI を生み出した同番組は、韓国で大ヒットしたプロジュース101の日本版。 現在放送中のシーズン3は、初のガールズグループが誕生することもあり、大きな話題を集めている。日本のアイドルオーディションというと、朝やん、テレビ東京系など、磨けば光る原石を探すことに楽しさを見出すものが多いが、特に今回の日部は過去に練習生として事務所に所属していたり、デビュー経験のあるセミプロの出演者が多いため、 完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了している。その点では別次元な雰囲気を感じさせるのだが、視聴者、国民プロデューサーの投票により最終メンバーが決まるので、自分たちもグループ作りに参加しているかのような感覚に。そのため、デビューする頃にはすっかりメンバーやグループに対して感情移入ができている。というわけだ。 日プスリーキから誕生するグループの行く末も気になるところだが、先に注目したいのは間近に迫った日遊の韓国デビュー。筆者としては、すでに地位を確立している余者グループたちとは、あえて戦わないことを選択し、違う路線から革命を起こしてほしいと思うのだが、JYP エンターテインメントはどのような戦略を見せてくれるのだろう。ちなみに JY パークが総合プロデューサーを務める JYP エンターテインメントは、韓国の芸能プロダクションではあるものの、北米のリパブリックレコーズとタッグを組み、オーディションを通じて、アメリカ・カナダ在住のメンバーで構成される VCHA のプレデビューを成功させている。日曜が踏み出した世界進出への一歩は、JYP 方式で発掘・育成するアーティストのローカライズを進める同事務所にとっても、 大きな一歩になることは間違いないだろう。